ゲート大丈夫か。大丈夫じゃないっすよ。大丈夫じゃない。久しぶりにお酒飲みました。あ、ほんと。いや、俺がさ、ゲドにちょっとマジ言いたいことあるんだけどさ、まあビデオやっぱ力入れてるじゃん、多分。映像に関してのさ、こだわりっていうかさ、作りたいものっていうかさ、今まだそのつま先がその解散したトラウマを、解散しかけたトラウマの話が、はい、そのまだ引きずってるのかもしれないなっていうか思うんだけど、いや、もっと自分出していっていいな、いいのじゃねえと思うんだよ。例えばハピネス撮るビデオ撮りたいっすねとかな言ってくれるけどさ、ありがたいなと思うんだけど、どんな感じ、まあ俺らが意見するのもいいんだけど、なんか自分の中であったりしたらそれがをもう具現化するような勢い出していけるみたいな。自分のまず自分の作品として別に遊んでくれていいよっていう。なるほど、うん、あ、じゃあ僕がこうみんなのみたいな。そうそうそう、作らせていい。聞きながら合わせるんじゃなくて。あ、そうそう、だからありがとう。そう、映像、俺がなんかさ、そのごめんね、ありがとう。フィリア、じゃあスーツで撮ったらどうかなっていうのを別に全然無視してくれてよくて、その映像のリーダーはもうゲドになってほしいんだよ今。お、映像リーダー、映像チーフじゃん。そう、映像チーフ、映像チーフじゃん、かっこいい。でも次はこれでこんな感じで、このフィリア、あの、じゃあ今回作ったハピネスはこんな感じで行こうと思うんで、監督として、まあ的に人が結構増えてきてるんで、うん、そこでなんかこうあんまり言うのもあれかな。いや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 、それは遠慮しなくていい、しなくていい、ね、しなくていいし、言われた方が多分こいつ面白いな。そうそうそう、今結構こんな飲み会も今日全員揃ってるし、はい、もうみんな結構一致団結してるから、別にゲドウの言うことを多分みんな聞いてくれるから、全然受け入れるし、 それが俺も嫌だなと思ったら、いや、それはないんじゃないって言うし、熱い職場でこういう人ちょっとブラック企業っぽいけどね、アットホームな、ブラック企業っぽいけど職場がこうであってもらう。そう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 、早く行けどっか In my zone じゃなきゃ死んじゃいそう、心配性のふりして言いたい方、ライでスッキリしてんのはそっち、肝心の悩みの種は放置、胸クソあり、思いやりはもういいから、自分に向けろその興味、くだらないことやる暇はない。